こんばんは、旅人さん。遠路はるばるようこそ。夜の砂漠は過酷ですから、よろしければこちらで一晩お過ごしください。あなたの夢なき眠りは、私がお守りします。近所にも翔太くんっていうおませな男の子がおったけど、それのすごいバージョンやね。私、大阪におるときはトロイとかぼーっとしてるとか言われてました。かの有名なスピナディロースらの現会長であり、リーダーで司令塔で取締役でボスのナビアよ。あんたに出会えたこと本当に嬉しく思ってる。あんたって才能も容姿も申し分ない上にオーラもあるでしょ。見てるとなんだか予感がしてくるんだよね。え？あの毎日だらけてる銀遊詩人のことですか？あの人に何か面白いことでも。ちょっと占ってみましょうか。あれ？水裏の番が何も見えません。どうして急に風が。目が開けてられません。私の帽子服まで吹き飛ばされそうです。やめて、もうやめる、やめますから。今日はこれを見るぞ。おいおい、ジュン、お互いもう子供じゃねえんだ。キスくらいでうろたえてんじゃねえよ。もうさあ来い、キスシーンって。密室のやつ一人でこんなの見に来てたのか。キスどころじゃねえじゃねえか。めちゃくちゃ